比例区は社民党。はじめに、社民党長野県連合代表の中川博司県議会議員、お願いいたします。後お集まりをいただきまして、感謝申し上げます。本当にありがとうございます。それから最初に御礼を申し上げたいというふうに思いますが、日頃から感謝を申し上げます。そして、この春の統一自治体選挙で、辰野町の向山さん、そして南の丸の山崎さん、そして新人で駒ヶ根市の池田幸男さん、当選させていただきました。本当にありがとうございました。ちなみに私も松本なんですが、県会に復帰をさせていただきました。自治郎松本支局の出身でございますが、本当にありがとうございました。で、今度の県会議員選挙、今畑さんが言ったようにですね、安倍政治を終わらせるための選挙です。で、参議院選挙ですから政権交代が直ちに行われるわけではありません。ただしこの参議院選挙で自民党が目標としていた目標をですね、割り込めば、これは総理大臣の責任ということで問われるわけで、少なくとも改憲勢力である3分の2を割らせる、そしてできれば2分の1近くにして、ちゃんと参議院での議論がまともな議論になるようにさせる、そこが一番大事な今回ポイントだと思います。今は先の通常国会でもですね、参議院の方で3分の1以上の国会議員が予算委員会を開け、でこれは憲法書いてあるんですよ、開けというふうに言ってるんだけども開かないんです。だからまともな議論が行われてない状況になっている。これをこの参議院選挙で変えなければいけないということがまず一つです。そして二つ目は私たちの暮らし、そして平和の問題です。アベノミクスでこの中にですね、ほんの一つでも自分の暮らし良くなったなって思っている人どのくらいいますかね。私はそこら中で聞いてますけど、今まで手を挙げた人は誰も一人もいません。本当に儲かっている人は儲かってますから、大企業だとか金持ちだとかは儲かってます。でも他の人は儲かっていません。で、安倍総理大臣は例えばですね、有効求人倍率が良くなっているというふうによく言いますよね。私は県会議員ですから調べました。長野労働局に行って調べました。確かに有効求人倍率は 1.5 月の最近の値で言うと 1.67 が高いですよ。ところがなんです、有効求人数の中で正社員の職を人を求めている人の割合はなんと 40% なんですよ。4割なんです。4割、今全ての働く人の非正規雇用の人は 38%、 2000万人を超えてます。でもだから景気が良くなっていて有効求人倍率上がってるから正社員も増えているのかと思うと、とんでもないんです。そうじゃないんです。特に長野県は全国でも低いんです。常に38番目とか40番目とか低い方なんです。正社員は増えてないんです。そして賃金は例の統計の不正がありましたから、消費税が上がって物価も上がって賃金も少しだけ上がってる、実質賃金は上がってないです、下がっているわけです。で、そういう中で何が起きているのかというと、子供を育てる世代で7人に1人が平均的な年収の半分以下で子供を育てているのが日本の現実。一人親の世帯では実に2人に1人ですよね。平均的な年収の半分以下で子供を育てているんですよ。本当ですかってことですよね。今この先進国日本の中でそんなことが起きてるんです。だから子供の虐待という問題もある。私は子供の貧困、子供の虐待を作っているのはもちろん親の貧困だと思います。先ほど言いましたような非正規労働の正規の勤められなくなっている、非正規労働が増えている中で起きている、この親の貧困はまさにそれを支えることがない社会の貧困、そしてこれはそれを作り出している政治の貧困です。政治の貧困です。
安倍政治の貧困だと思うんです。だから政治を変えなければならないと私は思います。で、県会議員ですので一つだけ県6月定例県議会で起きあったことを一つだけ報告をしますけれども、私が自分の私の第二会派で改革創造未来という会派に所属をしていますが、この6月定例会で例えば佐久市だとか上稲郡だとか諏訪で米軍機の低空飛行訓練が行われていますよね。オスプレイの飛行訓練が行われている。オスプレイが目に見える、そういう状況もあるので、せめて住宅地の上空ではね、飛んでくれるな、観光地の上では飛ぶなという意見書を出そうというふうに私の会派の中で私が提案をいたしまして、そして、本会議の中で意見書を出したんです。4月の県会議員選挙の結果ですね、自民党の県議団が57の定数のうち29今占めてるんです。で、議長がいるので28人を下に座ってるんです。で、第2会派、第3会派、そして無所属入れて28なんです。で、賛否を問って決め投票でやったんです。そしたら28対28、可否どうすんの。これはね、昭和25年に一度あったらしいですが、69年ぶりの出来事なんですが、議長採決で、議長は自民党ですから、この意見書は議決された。私これ出すときはね、実は同じ中身で知事が国に対して口頭ではありますが要望しているので、自民党も賛成すると思ったんです。賛成すると思った。で、ところが自民党の県会議員は反対討論に立ってですね、反対討論に立って何て言ったかというと、米軍の低空飛行訓練は米軍にとって必要不可欠な訓練だって言い放ったんですよ。と私は思いましたね。だって県民の皆さんが目の前を飛んでるのに怖いと思ってるんですよ。だから何とかしてくれっていう県民の不安がある。それを何とかするのが県の仕事であり県議会の仕事じゃないですか。これは私は年金の2000万円の問題の時も、年金というか老後に2000万円必要だという言った時の政府の態度にも同じものを感じました。もちろん100年の安心年金が嘘だったということもそうですけれども、その報告を受け取らないということは、逆に言うと高齢者の皆さんの不安というものに背を向けていると私は感じたんです。一体背を向けてどっち向いてるんだと思えば、やっぱり金持ち大企業、そしてアメリカトランプの大統領の方を向いているんだなと思います。それが政治を変えなければいけないと私が思っている2つ目の理由。3つ目の理由は、今度の参議院選挙で安倍総理大臣、自民党は2つの公約をして、消費税の増税と憲法の改正ですよね。消費税の増税、こんなにね、逆進性の高い消費税と入れてどうするんだ、それを上げてどうするんだと思いますよ。さっき年収が200万円以下の人が1400万人いると言いましたけれども、年収200万円以下の人が食べる1杯500円のラーメンなんて、2000万円もらっている人の1杯食べる500円のラーメンなんて 10% に上がれば消費税同じ50円じゃないですか。これが逆進性が高いって言ってるんです。社民党は累進課税、所得税の累進課税の強化をして、もうお金持ってる人から税金取ろうよ、そしてこの間消費税が入ってからその 75% は法人税の減税に使われてきたんです。だから法人税元に戻そうよということを提案する。これやれば消費税上げる必要がありません。そして憲法の改正です。憲法9条に自衛隊を書く。で、安倍総理大臣は書く前も書いた後も変わらないと言っています。変わらないなら書く必要がないというふうに思うんですが、これは安倍総理大臣得意の嘘です。変わるんです。安保法制ができて、集団的自衛権の行使限定的ではありますけれども使えるようになった。そしてそのことはどういうことかといえば、今ホルムズ海峡でイランとアメリカとの間の緊張関係が高まっています。もしアメリカ今ですね、もしではなくて今アメリカ軍から有志連合を求められている、日本にも求めているというふうに言われています。この有志連合に日本がもし参加していく、それをですね、例の集団的自衛権の行使ができる3つの要件が当てはまると、存立危機事態なんだと、中東から油が入ってこなければ日本の存立危機事態になるんだというふうに宣言することだってあり得るんですよ。さっき畑さんが言ったように、断れないとなればそういうことを言う可能性だってある。そしたら一触即発、それは戦争に参加していく自衛隊になっていくわけです。だから
憲法9条に自衛隊を書くということは単に自衛隊を認めるか認めないかという議論じゃないんです。もちろん自衛隊が常に東日本大震災や今さまざまな災害で国民の命や暮らしを守るために頑張ってます。あの自衛隊は憲法違反だって誰も思ってませんよ、私も含めて。だけれども日本が直接攻撃されていないにもかかわらずアメリカの戦争に参加していく自衛隊は紛れもなく憲法違反の自衛隊です。だからこれは自衛隊を認めるか認めないかという議論ではありません。集団的自衛権の行使をするを認めるのか認めないのか、戦争をする日本にするのかしないのかということが議論の的、焦点になるんです。ぜひ、だからこそ私はこの参議院選挙で安倍政権を退陣を追い込まなければならないというふうに思っています。そして、まあ、憲法改正をすると言っていますけれども、変えるのがとにかく安倍政治ですよ。消費税を上げると言ってますけれども、上げなきゃいけないのは私たちの暮らしの底上げ、そして皆さんの給料、最低賃金、年金です。上げなきゃいけないのは。そして私はこの今回社民党が本当に国会の中で金が少なくなってきました。皆さんの期待ながら応えられなくなっていることをお詫びを申しますが、今こそ社民党を残さなければいけないんです。戦後一貫してですね、暮らしと平和を守り抜くために戦ってきた社民党なんです。先ほどから申し上げているように、社民党は確かにこの参議院選挙、政党要件がかかった崖っぷちの選挙を戦ってます。でも崖っぷちなのはまさに国民の皆さんの暮らしであり、崖っぷちなのは憲法9条なんです。立憲民主党や国民民主党に任せるわけにはいかないんです。どうかこの参議院選挙の切れ札で社民党を、そして国会の中に社民党を残してください。どうか皆さん、ご家族の皆さん、お知り合いの皆さんに社民党を残してほしいということを私から聞いたということを伝えていただいてですね、なんとか国会の中に社民党を残していただくことを最後にお願いを申し上げまして、社民党県連合代表してのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。比例区は社民党。